You can translate the subtitles of this video into your language. 皆さんこんにちは。手作りママちゃんです。このチャンネルでは、身近なものを使って誰でもできるキャラ弁やキャラケーキ、ハンドメイドの役に立つテクニックを主にご紹介しています。今後も役立つアイデアをたくさんアップしますので、ぜひチャンネル登録お願いします。今日は大人気アニメ鬼滅の刃の髪飾りを作ってみたいと思います。髪飾りのアレンジも載せていますので、最後までご覧ください。直径38ミリのくるみボタン製作キットを使います。市松模様の布に直径約64ミリの円を描きます。2枚作ります。焦げ茶色の布で1枚作ります。布用両面テープを使います。半分に折ります。両面テープを内側に貼ります。焦げ茶色の円に貼り付けます。内具とくるみボタンを用意します。内具台に布をセットして、くるみボタンを置きます。押し込みます。布を内側に巻き込んで、蓋をします。内具で強く押します。きれいなくるみボタンができました。同じ方法で作ります。布が重なっていて硬かったのでかなり力がいりました。裏側にゴムを通します。金色のゴムにしてみました。同じ方法で作ります。麻の葉柄の布は2枚作ります。赤と白の市松模様です。1枚作ります。焦げ茶色の布で1枚作ります。半分に折ります。内側に両面テープを貼ります。麻の葉柄の布に貼り付けます。内具台に布をセットして、くるみボタンを押し込みます。布を内側に折り込んで、蓋をし、内具で強く押します。布が重なってかなり硬かったので、内側の布をカットします。
同じように内側の布をカットします。半分ずつの柄が可愛いです。裏側にゴムを通します。ピンクのゴムにしました。鬼滅の刃の髪飾り完成しました。簡単に作れるくるみボタンの紙ゴムです。こんな感じで可愛くアレンジしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。